こんにちは、今日もタバラジやっていきたいと思います。前回ですね、戦争ネタが結構好評だったんで、今回もあんまりいいニュース、大して面白いニュースないんで、ちょっと戦争ネタやっていこうかと思うんですけども、もう過ぎちゃったんですけど、12月8日皆さん何の日かご存知ですか？知らない人ちょっと常識ないと思いますよ。真珠湾攻撃の日です。1941年12月8日、日本海軍の、飛行機、空母から飛び立った飛行機が、ハワイのオアフ島のパールハーバーを攻撃、空襲して、それで日本とアメリカの戦争が始まったわけです。今はね、もう日本とアメリカ、もう日米同盟っていうのはもうすごい盤石な関係性になってると思うんですけども、そもそもなんでこんなに日米同盟ががっちりするようになったかというのは、僕は正直真珠湾攻撃に始まってると思います。僕結構ハワイが好きで、何回もハワイに行ったことあるんですけれども、ある時ですね、オアフ島のパールハーバーに長男、と行ってみました。で、実は行ってみるまでね、どんなところなのか分かんなかったなと思って、こう靖国神社のところみたいな展示みたいな感じでね、なんか偏った展示やってんじゃねえかとか、日本人が行ったらですね、結構なんと気まずい思いをするんじゃないかとかって思って、ちょっとビビりながら正直少し行ったんですけども、パールハーバーミュージアム、オアフ島のね、ワイキキにはね、皆さんご存知の通り日本人が溢れてるじゃないですか。これから年末年始、ハワイ、オアフとか行かれる方も多いと思います。ワイキキは日本人めちゃくちゃいるんで、もうワイキキからね、車でね、パールハーバーで2、30分なんですよ。ぜひ一度はで、もう一度でもいいから、パールハーバー行ってみてください。もう、まあ、見るところいっぱいあって、本当にね、1時間か2時間ぐらいじゃ見切れなくて、丸1日ぐらい潰せると思うんだけども、本当に日本人としてはいろんな意味で、なんて言うんだろう、感慨深いというか、知識も学びも多いし、非常に面白いというか、施設です。で、アメリカはやっぱすごいフェアだなと、いい国だなと思うのは、本当に展示物の内容とかの書き方とかはフェアですし、別に日本人が行ったから不愉快な思いをするなんてことは全くありません。むしろ、日本人としては正直展示を見回りながら僕が感じたことは、誇らしさしかない。考えてもみてください。もう江戸時代とかね、よく大河ドラマとかでもあるけれども、ペリーが黒船で来航したのが1853年と。で、日本軍がパールハーバーを攻撃したのは1941年ですから、ここから88年しか経ってないんですよ。初めて黒船見てですね、蒸気船だってびっくりして腰抜かして、もう城が動いてるやみたいなことを言ってた日本人たちが、そっから空母を作って、ゼロ戦を飛ばして、世界最強のアメリカ海軍の最重要基地の一つであるパールハーバーを一発ぶちかますわけです。たった88年でね、むしろペリーが日本にびっくりさせた以上にですね、あのアメリカ人の方がむしろパールハーバーの方がはるかに実害出てますから、何千人も死んで、そういった意味ではすごいわけです。ただ行間から実は滲んでんのは、で、未だに多分ね、日本が一応世界の、まあ、欧米人から見ても先進国、一等国として認められてるのは、まあ、日露戦争に勝ったりとか、日英同盟があったりとかあるんですけども、パールハーバーで一発ぶちかましたというのは、結構大きな部分がある、要素があるなと思ってます。まあ、週刊少年ジャンプ理論、アングロサクソンの週刊少年ジャンプ理論って言ってるんですけども、まあ、アメリカとかですね、イギリス人とかは基本的に、まず外交とかいろいろあるけれども、一発ぶちかますわけですよ。で、そのまま殴られてシューンってなったやつは、もうそのままそれで、はい、支配して終わりと。その後一発ぶちかまして殴り返してきたやつは、おめえなかなかやるじゃねえかと。って言っても、その後ボーボーに殴り、お互いにもうどつき合うわけです。真剣に。で、まあ結局もちろんアングロサクソンは戦争強いから最後勝つんだけど、まあそうは言ってもですね、こう、伸びたみたいなところでもジャイアンに歯向かってって本気でやっていくと、なかなかジャイアンも、お前なかなかガッツあるなと。で、おそらくなんですけど、世界最強のアメリカ軍に対して正規軍同士の戦いで、最も手こずらせたのは、まあ日本じゃないですかね。まあいろいろ硫黄島とかいろいろあるけど、沖縄とか。で、まあ、何が言いたいかっていうと、そういったことで言うと、まあ基本的にはアメリカ人の日本人感っていうのは、実はパールハーバーでなかなかあいつらやるじゃねえかと。いうところに追うところが大きいんじゃないかなと思ってます。あるいはもうちょっと細かいところで言うと、薩摩藩と昔幕末にね、英国が戦った薩英戦争っていうのも、これもはっきり言って多分イギリスは薩摩舐めてたと思いますけども、いきなり薩摩の砲弾が案外打ち返してきて、イギリスのフラッグシップ機関の艦長がね、砲弾当たって死んじゃったりしてるんですよね。で、薩摩はそれを、イギリスはそれを見て、薩摩藩なかなかやるじゃねえかと、お前らと、これだったら本当に徳川幕府倒せるぞという形で、
急にですね薩摩藩に対して接近するし、薩摩藩も薩摩藩で城下を結構焼かれて、やっぱりイギリスの軍事力すげえなみたいなところでお互いこうくっつくわけです。でまあ日本とアメリカ軍みたいなところも散々、まあ、パールハーバーだったりミッドウェイだったり、まあ、伊予島だったり沖縄だったり、もう本当にものすごいもちろん数の犠牲を流しながら一回ボコボコに真剣にも気がつくまでお互いどつき合ったんで、お互いの凄さっていうのをそれなりに分かってるところが、まあ、今の日米同盟みたいなところあるのかなと思うんですけども、まあ、何が言いたいかというと、とにかくパールハーバー日本人だったら絶対行くべきというところと、パールハーバー行ってみて分かることは、本当に実は結構パールハーバーを空母の機動部隊から飛び立った空母の艦載機だけで攻撃したっていうところに関しては世界の戦史に残るような結構すごいイノベーションだったわけですね。まあここにまあいろいろ源田参謀とかいろいろものすごいいろんなドラマがあるんですけれども、まあはっきり言うアメリカ軍は油断してたと思うし、それに対して日本軍っていうのはもう本当にこうゼロ戦のパイロットたちは非常に素晴らしい力量を発揮して、日本のようなね爆撃を披露して次々とまあ船に当てていくわけです。でまあそういったところも含めて、おそらくですね空母の艦載機でハワイを攻撃するっていうことの可能性に関してはアメリカ軍は必ずしもまあ認識してた人がいないとは言わないでも全く油断してた。ミッションインポッシブルだったんですよね。 そういうできっこないと思われたことをまあやったと。で、まあ、その中心人物には、まあ、山本五十六って、もう有名な人物がいて、山本五十六自体は実はハーバードにも留学してたようなアメリカ2と。で、非常にもちろん、まあ、頭もいいし、実はポーカー大好きで、そのリスクを取った、奇襲みたいな作戦をやるってことが、まあ、大好きだったみたいなところもあります。で、実は面白い話で、山本五十六はあと、スタンダード石油から、アメリカのスタンダード石油から、お前、インターンかなんかに行って、お前なかなか優秀だなって、オファーも出てるんですよね。で、まあ、それぐらいアメリカっていうのはなんか実はフェアなところもあったりするみたいな面白さもあるんですけども、まあそういったようなところもあって、で、まあ真珠湾攻撃っていうのが、まあその少なくともその時は大成功をするわけですけれども、まあそこからまあいろいろ第二次大戦の日々とは切って落とさ、日米戦争の日々とは切って落とされるわけですけども、パールハーバー絶対行ってみてですね、日本軍がこんなと、日本海軍がこんな遠いところまで来て、で、もう本当に健康一滴の大勝負をかけたと。で、僕、パイロットのインタビュー、実際にですね、真珠湾攻撃に参加したパイロットのインタビュー集とかも読んだことあるんですけども、奇襲に成功して、一機も飛び立た、アメリカ軍側の護衛の戦闘機というか、防空の迎撃の戦闘機が一機も飛び立たずに、パールハーバーの上空に到達した瞬間のパイロットたちのその胸が震える感じみたいなところとか、まあ男子の本懐、ここに極まれりって言ってるんですけど、まあ本当まあちょっとその気持ちちょっとわかりますよね。まあなんかこんなことばっかりで、なんかちょっとネタを読みたいであれなんで、もちろん僕は全然戦争が好きとか言ってるわけじゃないんだけども、まあなんて言うんだろうな、パールハーバーっていうのは一つの日本人の、欧米列強に追いつき追い越せってずっと幕末からやってきた一つの到達点だったんじゃないのかなというところと、まあ今の日本人にして言うと、なんていうんですかね。まあそういった風に、こう、不可能と思われてた。あるいはまあ、戦艦ヤマトみたいなものを作っちゃったけど、まあ飛行機で遠方から空母を使っていきなり奇襲で一気にぶち当てる、ぶったたくみたいなことができたみたいなところの、そのなんていうんですかね。まあある種世界の戦史に残るようなことをやってのけたわけなんですけれども、そういう、まあ、実験精神っていうのかな。リスクテイクの精神というのかな、そういったところは本当にまあ見習うべきものがあるなというところで、実はパールハーバーに関しては今の日本人以上にアメリカ人の方が評価してるんじゃないのかなみたいなところが、そのミュージアムの展示物の行間からにじんでるというところも見えて、まあさっきから前回も言ったんですけども、まあ人の上に立ってですね、人の力を引き出したり、まあ極論命令を下してお前死んでこいって言うみたいな意味では、軍隊っていうのはすごいいろんな歴史ドラマ、教訓に満ち満ちてるんで、まあそういう意味でもですね、ぜひ正月ハワイに行く方、まあワイキキとかでビーチで楽しんだりですね、ノーシュワでサーフィンしたりするのもいいけど、パールハーバー、ハワイ行ったことある人は絶対一度でいいから、まあ行ってみてくれというところと、そこでいろんなものを感じ取れるなと。で、アメリカって実はこれすげえ国だなと。何が言ってるんだか、とにかく展示物がフェアだ。日本軍に対してのリスペクトがあるっていうところですね。で、そういったような展示を逆の立場だった時に日本人ができるかということに関しては、ぜひまあ胸に手を合わせて、深く考えてみてもらったらいいんじゃないのかなというところで、まあ愚か者は経験に学ぶんですけども、賢者は歴史に学ぶというところで、まあ12月なんで、ぜひパールハーバー、お正月ハワイ行く方行ってみてください。じゃあね、チャンネル登録よろしく。